作れなかったような前半をこの週の1本という苦しい展開。39分、清水はゴール前での混戦の中から大前のパスを受けたカマラのシュート。飯田が体を張ってゴールを守ります。攻め込まれる場面が続きますが、山が集中力を途切れさせません。